まあそこがまたいいんですけどね。兄さん？なんだ。具合が悪いのですか？いや、単に眠いだけだ。もう少し休んでおられますか？いや、起きるさ。では、朝食の支度をしておきますので。なあ、ゆかり、今日は何かあるのか？何を言ってるんですか。今日は美術館へ行くのでしょ。何か用事があるとおっしゃっていたではありませんか。な、そうだったな。そうだ、呼び出されてたね。本当に大丈夫ですか？寝すぎてぼーっとしていただけだよ。お前たちも美術館だろ。ついでだから一緒に行くか。それは構いませんが、上野の前に新宿へ寄ってもよろしいですか。まさきさんを連れて行かないと。子供じゃねえんだし、時間になったら勝手に来ているだろう。そういうわけにも参りませんから。開館は何時だ？10時でしょうから、あと少しありますね。たこ焼きでも食おうぜ。それじゃあ待つか。あれか。展示されているのは今日1日だけか。特別展ですからね。それでもここで自分の絵が見られるのは嬉しいことですよ。どんな絵を描いたんだ？内緒ですよ。え、なになに？あ、虫？虫好きなんだよね、そういえば。さすがにねえか。見ればいいと思いますよ。こちらの用事が何か分かっていないからな。そっちに行けるかどうかもわからんよ。そうですよね。しょんぼり。だから飯なんかもそっちで勝手に食ってくれ。まさきが払うから。え？年長者が出すのは当たり前だろうが、分かってんだろ？そりゃまあ。心配いりませんよ。兄さんの小遣いを減らせばいいんですから。こっちに来た。きちんと必要経費の領収書をまとめてからおっしゃってくださいね。はい。目立つだろうし、すぐだろうね。よう、ステラ。久しぶり。誰？そうだね。用事があるって呼んだのはそっちだろ。あ、レイジだ。すじゃーん。久しぶり、レイジ。あは。近い。ちょっと待って、この距離チューしたくなるな。そっか、もう全然来てなかったんだ、本当に。まあ、そうか。何の用？だから、お前が呼んだんだろうが。やっぱ、マリスはこうじゃなくちゃね。ああ、うん。心臓なくなったから、絵のを整理しないと。ああ。
からの少女。うん、ああそうよな。レイジ。ああいや、なんでもない。この絵も。空の少女は大きすぎて移動もできないからこのまま。そうか。本当なら一番しまっておくべきなのかもしれないけど、この絵は瞳子の色が強すぎるから。うん、君が気にすることじゃないさ。うん、以前ここにあった間宮新三の作品はこの空の少女を除き彼のアトリエに保管されています。彼の逮捕以来。アトリエか。それの整理を手伝えばいいのか。売却でも目録を確認しないといけないから。売却はしたくないけど。どうせならここで一塊で保管されてる方がいいな。うん、明日見に行くから。今日じゃないのか。明日お休み。今日はまだお仕事中。ああ、なぜ明日呼ばなかったんだ。あ、かわいい。ええやん。ああ、こっち側か。さて、どんなのを描いたんだ、ゆかりちゃんは。すごいもんだな。ええ、やはり皆さんうまいです。技術とかじゃなくてやっぱ気持ちなんだろうな。この絵は水彩画なんですね。すごく綺麗です。水の表現がいいね。何度も重ね塗りをして深さを出している。こちらの絵もいいです。木々のさざめきが聞こえてくるよね。どうしたの。自分の絵が並んでいることを考えたら急に恥ずかしくなってきました。そんなことないさ。君のはどこだい。まだ見つけてませんけれど。ワクワク。あ、ありました。どれだい。ああ、そういう感じなんだ。マグダラのマリアを描いたつもりです。これは油彩かい。ええ、できる限り薄く塗るように心がけました。いいと思うよ。ただ。ただ、何ですか。あ、自分も素人のようなものだから的外れかもしれないけれど、蝶の描き込みに比べて人物が沈んでいるような気がする。ああ、この構図なら人物に焦点を当てるべきだと思うんだ。やっぱりそうですよね。ありがとうございます。いや、お礼を言われるようなことじゃないよ。自分でも気になっていたところですから、指摘してもらえて嬉しいです。さあ、他の方の絵も見ていきましょう。真面目な子や。この絵も綺麗ですね。聖母マリアのようです。
おお、本格的だ。あー、やっぱそうだよな。金髪の女性だとなんか違和感ないんだが。うん。あら、この人。知っている人かい？ええ、私が大場女学院に入る前に一緒だった子です。あ、ここに繋がるのか。あれ？どうかなさいましたか？どこかで名前を聞いた覚えがあるような。あ、そうだ、聞き込みをしている時に会ったんだ。まさか君の知り合いだったとはね。すでに会っていらしたのですね。そうみたいだね。しかし専門の教育を受けている人か、そりゃうまいはずだ。ええ、昔はよく一緒に絵を描いていたんです。もっとも子供のいたずら書き程度でしたけれど、その頃から絵はうまかったんです。私も彼女のように絵が描けるようになりたいと思ってました。先生が良かったのです。お、ああ、まあいるよな。ちえちゃん、お久しぶりなのです、ゆかりちゃん。やっぱいいな、たち食いって。ええ、本当に久しぶり。元気でしたか？おかげさまで健やかなのです。ところでゆかりちゃん。はい、何ですか？こちらの方はゆかりちゃんの恋人なのですか？違いますよ。あ、早い。笑顔だけどなんか怖い。あれ、じゃあお兄さんでしたか？もっとシャキッとした方だと思っていたのです。兄と一緒に働いているまさきさんです。よろしく。先週新宿で会ったよね。そうでした。あれ？ほら、探し人の絵を描いてもらった。うん。ああ、そんなこともあったのです。それで、見つかりました？いや、かんばしくないよ。うん。そんなことないけどね。いや、そんなことないよ。実際に会っている身からすればそっくりだ。では探し方が悪いのです。この子天然だ。ちえちゃん、先ほど先生がいいと言っていましたよね。やはり専門校は違いますか？家庭教師の先生に教えてもらっているのです。絵の家庭教師？はい、そうなるのです。やっぱりあの人だよな。美術の専門といってもピンからキリまでいるのです。やる人はやるし、やる気のない人も多くいるのです。それでも羨ましいです。ねえちえちゃん、この辺りの塗り方を教えてくださいませんか？ああ、これはですね。うん。この辺りは地塗りから変えているのです。ここの色はどう出しているんですか？それは
先生が作ってくれた絵の具を使っているのです。へえ、すごいんですね、ちえちゃんの先生は。すごいのです。すごいリスペクトしてるんだな。館内ではお静かに。すいませんでした。こうしてるときはなんかしっかりしてんだな。あ、申し訳ありません。あれ、ステラさん、時坂さんに用事があったのでは？レイジ、先に帰っててって言ってた。はあ、仕方ありませんね。旧友とも再会できましたし、場所を移してもう少しお話しましょうか、ちえちゃん。私は構わないのです。どちらへ？吉祥寺にある喫茶店なのですが、よろしいですか？もちろんなのです。いいね。じゃあ自分はこれで失礼するよ。まさきさん、お仕事があるのですか？いや、そういうわけじゃないけど。私はいても別に構わないのです。絵の話をしたいので、いてもらっても構いませんか？まあ別に構わないよ。なるほどな。まさきも絵に携わってきた人間だからな。いいお店だ。ここ懐かしいです。来たことあるんだ。小さい頃は兄があまり帰ってこなかったので、こちらで夕飯をいただくこともあったんですよ。その時よくお邪魔していたのです。なるほどね。いらっしゃい。あら、いいな。お久しぶりなのです。ええ、おかけになってくださいな。どうかしましたか、京子さん？あの子どちら様？見た覚えはあるんだけれど。ああ、だって子供の頃っつってたからな。仕方ありませんよ、私が小さい頃のお友達ですから。あ、そうだったんだ。さすがにね。ダメね、年を取っちゃうと物覚えが悪くなっちゃって。そんな、京子さんはまだまだ若いですよ。ありがとう、ゆかりちゃん。皆さん、コーヒーでいいのかしら？温めた牛乳がいいのです。牛乳か、この時期はいいよね。はい、かしこまりました。あ、思い出したわ、あの子。ゆかりちゃんと一緒にホットミルクをいつも飲んでたわね。そうでしたか。うん。ああ、なるほど。まあ、子供の頃はね、コーヒーはあんまり。カフェオレとかだよね。それで本当のところの関係はどうなのです？いや、だから上司の妹さんだよ、ちえちゃん。勘ぐっているな。まあ、分からんでもない、この年頃の女子はね。ゆかりちゃんはどうなのです？何がですか？ぐいぐい来るぞ。まさきさんのことをどう思っているのです？どうって。ああ、まあ悪い印象はないだろうけど。よくわかりません。虫とど
ちらが好きなのです？虫ですよ。でしょうね。こんな子ですがいいのです？お待たせしました。すごいな、ちえちゃんにそれを言われるあたり。まあ、ゆかりちゃんの虫好きは、ね、なかなかのもんですからね。ちえちゃん、なんです？美術館にあった私の絵見ましたか？見せてもらったのです。どう感じましたか？相変わらず虫の描写は素晴らしいと思ったのです。でも他が甘いと思いました。そうですよね。まさきが言ったことは、虫はやっぱよく観察してるから人物がってことなのかね。ちゃんと言ってくれるあたり、いっそのこと虫を中心に持ってきた方がいいと思うのです。昆虫をモチーフにする画家もたくさんいますから。ええ、そうですね。とりあえず先に帰ってきてた感じかな。仕方ね。やっぱあれですね、迫力ありましたね。兄さん。ああ、もう単純に夜だったのか。まあそりゃそうか。どうした？どうしたと聞きたいのはこちらです。明かりもつけないで。いや、ちょっとな。飯か？ええ。そういや、お前たちは美術館からいつ帰ったんだ？先に帰っていいと伝言をいただいたのですが。あれ？いつ戻られるかわからないとおっしゃってましたから、そのまま帰ったのですが。まあそうなるよな。ああ、でもお前の絵は見たぞ。あの蝶は描き込みすぎじゃないのか？おお、みんなやっぱそこなんだな。同じような感想ばかりおっしゃるんですね。あらら。そういや、まさきは事務所に戻ったのか？ええ。それがどうかなさいましたか？いや、なんでもねえけどな。ああ。お風呂をいただいてきます。食べ終わりましたら台所へ戻しておいていただけますか？ん？ああ、わかった。おやおや、